ジェフオト元脇のギター始めました。はい、こんにちは。始まりましたボリューム3です。ちょっとお待ちくださいね。いろいろと、はい、始まりました。本日もですね、赤坂のスタジオから生配信にてお届けしておりますので、皆様からのコメントをお待ちしております。何でもいいので書き込んでいただければ、ありがたいです。よろしくお願いいたします。よろしくです。ですね、SNS とかでもちょっと触れたんですけども、今日はちょっとエフェクターというものについて、徐々に触れていきたいなと思っております。よろしくお願いします。大月さんよろしくお願いします。で、お決まりのですね、本日のギターコーナーというところからいきたいと思いますが、本日のギター、大月さんはなんかもしかしてこれは最近マイニューギアって書いてあったやつでしょうかね。違います。あ、違うんですか。あれ、また違うギターなんですかね。これはたまたまこの間リハで使って、はい、それから車に乗せっぱで今日このまま来ちゃったんで、積みっぱなしギターってやつですね。そうこれだから、なんだろう、かなり年季の入ったフェンダーですけど、だけど、まあ、本物じゃなくていわゆるレリック仕様の、はいはいはい、2011年、あ、比較的新しいですね。だから、これね、ちょうどだから、プレイトラウドっていうソロアルバム、最初のソロアルバム作った時に買って、はい、アルバムレコーディングでも結構使ったギターなんだけど、だから仕様的にはだから6級に近い感じなんだけど、はいはいはい、モデル名的には67モデルっていう、なぜかロゴが違うんだけどね。で、まあ、これ見たら分かると思うけど、逆でしょ。あ、本当ですね。いわゆるスタガードってそのこのポールピースの高さが弦によってほら違うんで、はい、あれが右左逆になってるんですね。そうだから、サウスポー用のピックアップがついてて、なんかその辺はちょっと地味編の仕様をこうなんか取り入れてる感じなのかな。でも全然新しいギターに見えないというか。そうそう。まあ確かにこの裏がほらここ剥げてんでしょ、はいはいはい、塗装かなりね、使い込んだ。これは俺が弾いたから、うん、そっちはちゃんと自然な、そうそう、ここはまあだからこの辺と同じ感じになってたんだけど、これはまあ引き込んで塗装を剥げたんだけど、ただまあこの辺の傷みたいなのはもう買った時からある程度レリックでついてたから、はいはいはい、うん、まあルックス的には結構ね、渋くてね、渋くてかっこいい、ね、しかもわざとらしさがないでしょ。うん、わざとらしさ全然ないです。リブソンもフェンダーもわからないです。たまにわざとらしいのがあるじゃん。わざとらしいやつありますよね、はい、そうそうそう、だからそういう感じじゃないっていう、割とこう自然な、本当にこう使い込んだ感じに見えるのがなかなか気に入ってると思う。はいはいはい、はい、こちらはこれはですね、もうここのスタジオに置いてあったギブソン。自前じゃないんだ。これ自前じゃないですけど、ちょっと今日これ綺麗だなと思って使ってみようかなと思ってはい、やったんですけど、もう一個ね、今日は持ってきてるんですけど、せっかくなんで、今日イバニーズ。そうなんです、これちょっとね、大月さん対照的なギターを今持ってきてみましたこれかなりモダンな仕様ですね。アイマニーズから出た AZ シリーズっていう、まあ比較的新しいのかな、これ多分一昨年ぐらいに出たギターなんですけど、まあ通販仕様で、まあいろんな音が出ると、ちょっと現代っぽい感じですかね、これはね。うん、コイルタップとかもある。コイルタップも、あ、コイルタップではなく多分これスイッチで全部変わる感じですね。これとこれを組み合わせてなんかシングルになったりハムになったり、いろいろなんか何十通りかの音になるっていうものになってます。で、なるほど、ネックはローステッドメイプルですか。あ、そうなんです、ローステッドメイプルなのに、これですね、こっちも、メイプル指板っていう感じになってて、ちょっとなかなかないのかな、そう
ちょっと珍しいんですけど、ローステッドね、メイプル使ってるとね、うん、メイプル指板の人が多いんですけど、これそうなんですよ、こうなってる。なんかあんまりローステッド感がないんですけど、まあ一応けどね、色が、そうそう、色が裏を見ると普通のメイプルの色じゃないもん。そう、裏を見るとこうなってるという形です。ちょっとこれも後で出てきますが、うん、はい、というギターをですね、今回使って、やっていきたいと思いますが、そうですね、今日暑いんですよ。暑いよね。めちゃくちゃ暑くてですね、今日は。もう今日お昼前にあの犬の散歩で目黒川沿い行ったけど、そばにいたらしい。そうなんです。たまたま僕今日赤坂に行く前ですね、目黒の桜祭りにちょっと行ってたんですけど、めちゃくちゃ近く、ほぼ同じところにいたっていう、ね。多分フェイスブック、俺のフェイスブック見た人はその多分写真をね、あの、はい、目黒区民センターの橋の上から撮った写真 が、はい、俺フェイスブック出したんだけど、あのまさにあそこにいたんでしょ。橋を渡ってあの区民センターの下の公園のね、あの催し物のところにちょっと行って行ってきましたんで。ただまああのね、昨日今日あったかかったから咲いてると思って行ったんだけど全然咲いてなかったんですよね、うん、なんか僕もあの一輪ぐらい桜ね咲いてるの見なくて、ほとんどだからつぼみというかもう 枝しかなかった。枝ですね、もう橋の上からこうわーってね、あの見たけど枝しか見えない状態っていう。まあそれでも人通りとか人手はすごかった、ね、すごい人が多かったですね、うんうん、まあ、そういう意味ではちょっと遠くからね、わざわざ桜を見に来た人にはちょっとお気の毒というか、すごく人出は多くてね、かわいそうだった、めっちゃ混んでたんですけど、残念ながら桜は、ね、もうちょっとかかりそうですね、うん、っていう、まあ来週の週末ぐらいが結構ある程度、ね、そうそう、週末には咲いてるんだけど、うん、天気がどうかなっていう感じなんで、うん、今のところ雨予報なんですよ。雨予報なんだ、はい。どうなることやらっていう感じで、まああのそんなね暑い中お届けしますが、ですね、ちょっとじゃあ、題材の方に行ってみたいと思いますけど、っていう話です、ね、はい、そうですね、なんかあのまあエフェクター今日ちょっとこうご覧の通り並べて見てるんですけども、大月さんにはちょっとコンパクトエフェクター、いろいろ持ってきていただいて、私はちょっとマルチのエフェクターを用意してます、うん、見えるかな、ちょっと見づらいよね、こうすればいいのかな、うん、はい、こんな感じでマルチとコンパクトでちょっといろいろエフェクターについて触れていってみたいと思いますが、これもまあだからあの普段俺も一応ライブの時はやっぱりあのエフェクトボードを組んでるから、ね、うん、だからこれは常にボードに載せてる、要はライブで普段愛用してるものではなくて、ただまああのライブによってこの音欲しいっていう時はそこだけ入れ替えて、うん、ただまあ常にボードに常に載ってるものではない、はいはい、うん、これギタリストはあるあるなんですけど、こういうね、あのこのタピーだけに使うっていうのが家にボーダーが転がってるっていう。でまあそのそういったエフェクターの中でもちょっとこうまあ割と普通っぽいものもあるけど、かなりちょっとレアものもあるんで、そうですね、ちょっとあの今日ね拝見させていただいたところ、あのかなりこうマニアックな、うん、あそうね、何、エフェクターいくつ持ってるのって今質問が来てるんですけども、何個くらい持ってるって分かんなくないか、分かんないよね。ただまあそんなにね数え切れないほど俺はないっていうか、俺もうこれは使わないとか、はい、うん、もうこれは多分使うことないなって思うものをずっと持っとくっていうことはしない人なんで、だからもうこれいらないって思ったらもう売って処分してまた、はいはいはい、まだ売って買う売って買うっていう感じのことが割とやってるから、はいはいはい、まあだから増えてもある程度減っていくんで、はい、うん、だからそんなにどん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 増える、だから俺の知り合いにも何人かいるけど、はい、一度買ったものは絶対手放さない人っているじゃん。あ、いますね、はいはいはい、そういう人はもうどん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 こう増えていくけど、俺の場合はもう結構使わないなと思ったら処分しちゃうんで、うん、はい数を言えと、わかんないよね数ね。でも僕も
あんまりエフェクター実は持ってる方ではないんですけど、まあ、けど平均したら30個ぐらいじゃないの、うん、多分。なんかあれですよね、こうそのなんかいらなくなったものを売って買うんですけど、じゃ あの増えないじゃんって思っても気づいたら増えてるみたいな。まああと俺の場合はもう使わねえなと思って一回売ったんだけど、ま、だ なんかのきっかけでそのそれがもなんかもう一回欲しくなって、はいはいはい、同じものをもう一回買う。もう一回買うっていうのもありますよね。そうそうそう、なんか手放すと急に欲しくなるかなっていうのは。そうそう、なんかのきっかけで、あ、そういえばこういう音出したいなと思った時に、そういえば前手放したけどあれって意外と良かったんちゃうのとか思って、そうそうそうね、なんかこうギターとかが変わるとね、そう、自分の記憶プラス YouTube とかでそのエフェクターのなんか使ってる動画とか見たい、うん、はいはいはい、あ、やっぱりこれいいじゃんとか言ってもう一回買っちゃったりとかね。うん、ね、なんかありますよね。僕も結構ありますよ、買い戻したやつが。なんか、まあ、あとは後で説明するけど、はい、出したい音があって、ただそのエフェクター自体がすごくレアもので高かったりすると、うん、はいはいはい、いわゆるレプリカとか、要はそのエフェクターを再現したものっていうよくあるじゃん、はいはいはい、でそのいわゆるそれを再現したレプリカっぽいものに手を出して、うん、なんかやっぱ違うなと思ってでまた違うのかって、あ、なんかやっぱ違うなとか言って、はいはい、だからドンズバネをそのあこれって思うまで何回も買い直して買い直して、で結局本物買ったら買ってやっぱりこれしかなかったみたいな回り道するわけですね。そうそう、これ後でちょっとあれです。そうですね、これかなり、これなかなか見ないお値段的には多分この中で一番高いかな高そうなものですよね、うん、これあのユニボックスのスーパーファズっていうファズなんですけど、はいはいはい、だから日本製なんで、これ日本製なんですね。だからユニボックスってあのほら地味編のなんだっけ、あの有名な、なんだっけ、おにゃおわおわってあのわわじゃなくて、はい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 、フェイザーじゃなくて名前が出てこない、ユニバイブユニバイブだ、ユニバイブユニバイブ、そうユニバイブがあれ日本製でユニボックスかなんかのあれで、はいはい、これもだからメイドインジャパン、あ、本当だ、ユニボックスで、これはだからあの60年代多分こう終わりから70年代中盤とか、はいはい、フーのピート・タウンシェンドが使ってた、うん、なるほど。これでも僕全然こう音の想像がつかないんですけどだからいわゆるあのファズですよ、凶暴な、凶暴なファズで、今なんかペダルっぽい感じになってるじゃないですか、そこ。これ単なるフットスイッチ。あ、それフットスイッチなんですね。フットスイッチがやたらでかい。でかいですね。そう、もうほぼフットスイッチが締めているっていう。これではちょっともう話のついでだから、じゃあちょっと音出してみます。ちょっとあのそうです、ね、エフェクター動画でというかエフェクターを紹介するにはちょっとこのちっこいアンプだとね、特に歪み系ってあんまり難しいですけどね、リアルな感じになかなか出ないんで、うん、ちょっと難しいんだけど、よいしょよいしょ、これ今生音ですが、すごい、これはファズですよね。そうで、いわゆるもうあのなんていうんだろう、こっちの方がファズっぽい。はいはい、でこっちにするともうちょっと中音が出る。
ね、なんかあのオーバードライブっぽいなっていう印象が。ただあんまりそのやっぱりあのファズでも、うん、なんていうの、和音対応じゃないけど、ね、和音もある程度綺麗に出るファズもほらあるじゃん最近、ね、ありますね。だからそういうのに比べるとやっぱりこれは あんまり和音を綺麗に出せるファズではない。もうだからまあもう単音とかあとはもうパワーコードでそのなんていうの、はい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 、凶暴な凶暴な凶暴なパワーコード。これって何、歪み具合な調節ってあるんですか。あるよ、一応あるよ。だからこのバランス、これバランスは多分原音とあれのバランスで、エクスパンダーっていうこれを弱くすると、はいはいはい、それが原因なんですね。あれかな、ペダル、あのスイッチの接触っぽい感じか。もしかしたら電池かも。あおあれ違うの、なんか調子が悪くなった。なんだ、あこれか、入ってますね。バランスだによくあるこの光が。ちょっとだからオクターブファズっぽい感じもあるね。普段だから俺これ固定して使ってるから。ああ、あんまりいじらないです、ね。そうそうそう。だから余計ね。一回けど洗浄しなきゃダメだな。そうですね。なんか見た目とかにかなり悪どい男がされる歌ですね、これ。いや、これをね、いわゆるレプリカ的なものを多分 4,5 個、4つ5つは買ったけど、うんうん、どれも気に入らなくて。気に入らなくて、まあ、やっぱ本物に。そう、やっぱこれちょっと頑張って買ったらやっぱりこれしかないと思う。はいはいはい。このエフェクトで僕は初めて見たんですけど、色がねこれ赤っぽいんだけど、うん、色は結構白いのとかもうちょっと黒いのとかグレーとか、あー、色はなんか色々種類があるんだけど、へー、基本的にはまあこのバカでかいフットスイッチがついてて、はい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 、これでもねライブのためにこれだけ1個増設するの結構大変じゃないですか。いやもうこれだからボードには載せないかな基本的には。はいはいはい、はい、電池も あれもついてないしね、あそっか、電池 しか使えないタイプのやつですねこれ。まあ無理やりだから改造すれば、はい、アダプターっていうか、うんうん、つけられるけど、まああんまりそういうのも手加えたくないし、うんうん、できるだけそのまま使いたいですよね。まああとはまあこれを使えるなんていうの出し物は限られてる、うん、限られてますからね確かに女性ボーカルの中サポートやるのにこんなの使えないじゃん、怒られちゃいますねこれ使ったら怒られちゃいますかね、これがファズってですね、はい、スーパーファズってやつですね。なんか今日ねエフェクターちょっと持ってきてくださいよって言ったらすごいこう僕見たことのないようなエフェクターがいっぱいあってあるんですけど全然なんだろうこれはっていうエフェクターばっかりなんですけど、でこっちもファズなんだけど、これはまたこれはまあこれもけどまあメーカーがさあんまりメジャーなメーカーじゃなくて、プレスクリプションエレクトロニクス、わあ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 、ちょっと存じ上げないんですけどこれプレスクリプションっていうのはどこかしていただいて、あれか処方箋、うんうんうん、でこれフェイスリフトって書いてあるんだけど、フェイスリフトこれだからフットスイッチ2つあるじゃん、ありますね。で要はオクターブ、うん、上を出す、あ上ですか、そう、下じゃなくてだからアッパーオクターブの音を出すのと、あとファズ、うん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 、ファズはまあいわゆるファズフェイス系のファズなんだけど、だから
字だけにすると、出てるでしょ。ちょっとなんかミドルが持ち上がったような、そうそう、不思議な音。こっちはこっちは。これなんかファズって感じだ。ファズフェイスだからボリューム絞るといきなりちょっとこうクリーンになる。で両方やると、結構特色が強いというか、これねありますよね、このエフェクト。そう、待ってくださいね、コメント、うん、あー、直ママさんありがとうございます。こんにちは。あ、こんにちは。エフェクターなんだろう、エフェクターなんだろうっていう質問来ますけどエフェクターとは何ぞや。エフェクターってなんだろうそうですね、エフェクターというのはまあ、エレキギターとか使ってね、エレキギターってもともと音がね、なんだろう、普通に出すとちょっとクリーンでちょっと弾いて、なんか弾いてもこういう音なんですよ。でそれを機械を使ってですね、いろんな音に変えるっていうのがエフェクターっていう機械なんですけど、そう、これペダル式のやつだったり、こういうでかいやつだったり、いろいろあるんですけども、これで、まあ、効果を得るっていうものがエフェクターというものになりますね。で、これもファズなの。もうファズ、ファズ祭りですね。まあ、ファズ好きっていうのもあるんだけどさこれもちょっと、おちょっと、これも見たことないやつなんですけどね。これは J ロケット。J ロケット。はい、あるメーカーじゃない、アーチャーとかほら、ジェフ・ベックが使ってたっていう、うんうん、その、なんだ、ケンタ。ケンタロスの。ケンタロス系の、はい。あれのアーチャーっていうのを出してるメーカーだと思うんだけど。うんうんうん、WTF。WTF。多分、ワッダファズだと思うんだけどね。つまみが、こっちはね、プリセットボリュームみたいな感じなんだよね。あ、というか、だからオンにしないとこれ関係ない、ない関係ないんだけど、だからちっちゃくもできる、これだから。プリセットボリューム的に使う感じなんだと思う。ソロボタンみたいな感じですか。で、これが面白いのは、これ原因なんだけど、この WTF っていう、はい、この名前 の, つ, 名前のつまみがあって、ね、で、これが一番ちっちゃいとこだと、はい、ファズなんだけど、なんて言うんだろう。なんか割とオーバードライブ、オーバードライブっぽいですね。だ割と和音もちゃんと。で、これをね、上げていくと、はいはいはい、もうアンプが、うん、スピーカーがもう破れてボコボコいってるようなはい、はい、なんかああいうニュアンスの音が出る、
回し切るともうブチブチ。そうですね。回し切ることはもうないんだけど、はいはいはい、大体上げてもまあ真ん中辺ぐらいなんだけど、うんうん、ただまあ普通のディストーションとかファズでは出ない、出ないようなニュアンス、ニュアンスが出てますね。アンプ壊れかけみたいな、はい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 、だからそういう音が欲しいときはこれをボードに乗っけて使うって感じ。はいはい、なんかね右に回するとなんかあの地味編のライブの時のあの感じの音になるっていう、そうですね。で今やっぱりこういうアンプだし音量もね、ええ、あんまり出せないから、ええ、ちょっと この辺のこのエフェクターのこの進化が発揮できないんだけど、うん、まあ想像してもらうと、うん、はい、例えばマーシャルの例えば 100W とかで爆音でこれ踏むとどうなるかって大体分かるでしょ。いやー怖いですけどね、ちょっとね爆音でこれをフルテンデン鳴らすっていう、まあ、まあ、だけど、うん、だけどまあ結局その破壊的な、破壊的な破壊力抜群ですよね。今あれあのマーシャルのあの4発キャミーのね、あのヘッドをフルテンで鳴らせるところあるんですかね。ないでしょ、ライブハウスは無理でしょ。なんかやったら多分出来になるんじゃないかと思うんですけど、ね、だから ある程度アテネーターをかますとかはいはいはい、マスターボリュームつけるとか、うん、まあなんかね、まあ、いずれにしてもただもっとオープンなアンプの環境でこの辺は使うと、ね、非常に気持ちのいい音が出るんで、なるほど、これはまた全然ね見たことなかったんですけど、どうしてもだからエフェクターって一口に言ってもいろいろあるの、歪み系とか、ね、ディレイとか、はい、モジュレーションとかいろいろあるけど、ね、基本はやっぱギタリストってやっぱ歪み系とかそうです、ね、メインになるじゃん、うん、なってきますよね、うん、これが歪み系はもう本当に何回も何回も買い直してね自分に合う音をずっと探し続けるみたいな、まあ、一生終わらないみたいなね、はい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 、どんなに気に入っただから歪み系のペダルがあってももっといいのがあるじゃないか、常に1個で満足はできないもんね。あとこれもねレア度でいうとかなりのものです。それも全く見たことがないのと、あとかなり年季が入っていて、もうほとんどなんかあの文字とかも何も見えないんですけど、一応ねここに50って書いてスタンプで50、あ50とだけ書いてある。あのこれねラブペダルって聞いたことない？ ありますあります。でラブペダルのコット50、うん、COT50 っていうの割と人気、はい、に一時期人気あったと思うんだけど、はい、だからこれそのラブペダルのこれはファブ50っていう名前なんだけど、おいわゆるコット50のプロト版みたいな、うん、あプロト版なんですね多分ね、うんうん、で多分そのラブペダルっていうメーカーをその名前ちょっと忘れちゃったんだけど、これ作ってた人がブランドを立ち上げた最初に出した作ったペダルなの、多分だからこれ世界中でも多分数十台程度しか、あらかなりレアな、ないと思う、ね、もうつまみがもう1個しかないそう、いやつまみ1個っていうのはまあだからそのコット50とかもそうなんだけど、もうこれはだから なんていうのかな、いわゆるマーシャル系プレキシ系の音をなんかお手軽に出せるようにしてるもんなんだけど、わかりますわ。ちょっと原音が予想されてる感じなんで。で今これつまみちょっと低めなんだけど。ね、なんかそのプレキシとかそういうチューブアンプっぽい、はいはいはい、ニュアンスある。これのガサガサはもうね、これは仕様なんだよ、これはガリじゃなくてもう、はいはい、まあ、音が出るんですね。動かすときガサガサいうのはもうあのこれのこのエフェクターの仕様なんで、はいはいはい
弦が稼げるんですね、これ1個で。そうそうそう。これもなんかやっぱりいいとこはギターのボリューム、はい、すごいとこクリーンになって、すごいクリーンになる、うん、反応しますね、これね。そう。で、これ今、このアンプだったらもう分かんないんだけど、JC とかでこれ1個かますだけで、はいはい、すごくマーシャルっぽいアンプに JC が化けるっていう。はい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 。だから割と俺 JC しかない時は、これを、あ、はいはい、JC 対策でこれを持っていくことが結構ある。やっぱクリーンはクリーンで、ね、クリーンっぽいプレーはしたいんだけど、うん、ジェシーまんまのクリーンだと、はい、やっぱりちょっとこうほらね、うん、その中盤っぽい粘りみたいなのがない、まあそうですよね、欲しくなるしないと思いますよね。そんでそういう時これかまして、うん、ギターのボリューム落とすと、うん、同じジェシーでもなんかちょっと中盤っぽいニュアンスがなんか出るね。これはこのエフェクターは使うときって一番前に通してます？ JC 対策でやるときはね、どっちだ？頭に入れてたか後ろに入れてたかな、どっちだろう。頭に入れた気がするな、うんうんうん、まあ多分どっちでもいいのかもしれないけど、うんうんうん、ということで、ああ、そうですね。そろそろこん、じゃあ、その、元脇くんが。はい、よいしょ。じゃあ、ちょっと一回変わりまして、僕の方のこの機材を説明してみたいと思います。大月さんがね、今使ってらっしゃったのは、コンパクトエフェクターというやつなんですけど、それと変わって、僕が今使ってるのって、マルチエフェクターというものになってます。こういう、ちょっと、逆さまにできないんで、こういう形で。で、これ、この中にエフェクターとアンプシミュレーターが入ってます。なので、今日、実はスピーカーといっても、これ、モニタースピーカーが後ろにあるんですけども。それ自前？自前です。ただのモニタースピーカーです。アンプではないです、これ。に、この中。パワーアンプは入ってる。パワーアンプ入ってます。うん、で、この中の、アンプシミュレーターを使って、アンプの音を作って、ここに、シールドで、刺さってますっていう形になってます。で、こっちに見えるのがこれコアコントロールっていうものになります。これですね。よいしょ。これはですね、トーンブースターって言われるもので、まあ、いわゆるエフェクター、オーバードライブとかともちょっと違うんですけども、なんていう説明が正しいんでしょうね。いわゆるこうマルチ系のエフェクター使ってる人であるあるなんですけど、これだとちょっとより生のアンプっぽい音に近づけたいなっていう人のために開発されたものなんですよ、これが。で、それはどこ製なの？これはですね、バニラハウスサウンドラボさんっていうところで制作してます。これかなりちっちゃい工房なんで、はい、そうなんです。かなり小さい工房なんで、まだほとんど知られてないんですけども、なかなか面白いエフェクターとかこういうものをいっぱい作ってるところで、実はシールドとかも全部バニラハウスさんのものを使わせていただいております。この黄色いやつとかもですね、ここらアンプに行くものも全部統一して作っておりますが、これはですね、まあ、ちょっとコンパクトエフェクターと違うので、まあ、一個一個の説明っていうのは難しいんですけど、僕はもう最近ライブではもうこのセット、このまま持ち込んでですね、これとこれだけで全部やってますね、最近の現場。これで全部のエフェクターと、このヘッドラッシュっていうモニター、これ、
これ2000ワットなんですよ。2000ワット。はい。こう見えてこのちっちゃさで2000ワットあるので、これ実はホールドとかでもこれ持ってけば難なくできてしまうっていう。そう、かなり爆音が出るやつなんですけども。で、まあ利点としてはやっぱアンプではないので、もう家で作った音そのままどこの現場でもそのまま出てしまうっていう、メリットがありまして、で音は本当にまあちょっと今、出してみますけど、普通のクリーンで、これコーラスかけてます。でトレモロをつけると、アンプ見せてという形で持ってくださいね。今よいしょ、これアップできますかね。これ後ろにあるこのヘッドラッシュというモニターアンプになります。2000ワットあります。今これそんなに高くないんですけども、ちょっと置きましょうか。よいしょ、これですね。そう、普通のまあ、ステージとかでね、よくは置かれてるモニタースピーカー、パワードのモニタースピーカーから出しているっていう感じです。感じの音になってます。これ結構ね、面白いのはですね、今これの今アンプシミュレーターで立ち上げてるのが、カスタムオーディオの、あれなんだっけ、ラック、3プラス使ってるんですけども、こっからですね、いきなりフェンダーの音っていう形も持ってくるんで、ちょっと今、プリセット切り替えるといきなりなんかフェンダーっぽい音。このコアコントロールってこれオンオフがないので常に入れっぱなしになるんです。常に入りっぱなんです。常に入りっぱになるんですね、これは。うん、だから、すみませんね。よいしょ。これってなんでこうなって、これ常にオンのままなんですけど、現場によってちょっと、例えば、この現場だとハイがきついなとか、ローが足りないとかあるのを、こっちがローでこっちがハイなんですけど、この微調整だけここでやってます。各現場に入ってちょっと足りないなっていうところだけこのアナログで動かして調節してますと。と基本でももうなんか55とか真ん中ぐらいにしてますね。調整の時だけに使います。まあ全体にほぼ真ん中辺って感じ。そうですね。これ一回でもそっか。抜いたらどうなるのか。自分でもあんまりやったことなかったけど、これそのまま刺してみましょう。もう一回通してない音。そう、締まりが、うん、なんかこう良くない感じですよね。これがこれを通すと、ね、よいしょ、
とまりが。そうですね、結構これだけでもかなり変わる印象ではあるんですけど、うん、これ、こう特徴としてはこれデジタル楽器専用に作られてるものなんですよ。ああ、そうなの。よくね、こういうアナログのトーンブースターってあるんですけど、デジタル用に開発されてるものってあんまりないんですけど、これはもうこういったフロアタイプとかなのデジタルエフェクターの前に挿すっていうものに作られてるので、こういう、なんだろう、今ね、皆さんお使いの、いわゆるそのデジタル系エフェクターっていうところの前に通してあげるだけで、かなりこう、アンプっぽい響きになるのかなっていうものになりますね。なんだろう。これ書いてあるものは違うんだけど違うんですけどね、うん、あとこれ実はアコギとかも出せちゃうんですけど、そうそう、これなんかアコギってありましたっけそう、これそうなんです、便利なのはですね、アコースティックギターこのまま普通ね、アコギは別回線でって言うんですけど、アコギこのまんまですね、あ、すいません、ちょっとお借りして、よいしょ、これをそのまま差し替えます。そうするとしまうっていうのができちゃうんですよね、なぜかね。っていうね、こんな感じのやつもできますと。そうなんです。だから、楽は楽です。なんかこれ1個持っていくとありとあらゆるエフェクターが、ああそうですね、いい質問が来てます。じゃあぶっちゃけマルチ1台あればいいんじゃないっていう質問なんですけど、これはですね、まあいろんな方がいろんな意見をお持ちだと思いますが、どうですか大月さん的にはいや俺はまあだから便利だなとは思うんだけど、めんどくさいが、要はほら、はい、その自分がその自由に使えるようにするために、まあはい、操作を覚えることもそうだけど、ある程度そのプログラム組むような下準備がいるじゃん、やっぱ。そうなんですよ、これ実は大変なんですよね。でしょ30個もいらないはてなっていうことなんですけどこれはですね、確かにこのマルチもエフェクターとかアンプとか、まあ、ありとあらゆるもの、ほぼ多分今世の中にある、まあ、有名どころ全部入ってはいるんですけど、まあでもですよ。でも、僕はコンパクトエフェクターは、やっぱりあった方がいいかなって思っちゃうんですよね、それでも。やっぱりだから、いや、俺もね、その割とマルチエフェクターっぽいものは使ったことあるんだけど、はい。やっぱりその例えばライブの最中にちょっとこういじりたく変更したくなった時にさ、パッとできないじゃん。パッとできないです。これはですね、パソコンを使ってパソコンとつないでセッティングするっていうものになるんですけど、まあ、だから全部例えばこういうねアナログというかコンパクトエフェクター並べてやってる場合はもうこういうつまみをその場でペッと直感的にこういじると微調整ってパッとできるじゃん。はいはいはい。でそれがやっぱりその、ま、そういうマルチとかで
プログラミングしたものになると、そういう細かい変更っていう、なかなかその場でパッとできない。パッとはできないんですよ。そう、そこがね、ちょっとやっぱこう、もどかしいっていうか。もどかしい。そうなんですよね。コンパクトはそれが利点というか、その場に合わせてね、ちょっとこう、じゃあこれだけ今日入れ替えるとかっていうのもすぐできるんですけど、まあ、マルチになるとどうしてもそれが、ね、パソコンをつないで、セッティングし直すみたいなのが出てくるので、しかもね、よっぽどこう扱いにもう慣れてればいいけど、うん、そうじゃないとなんかパッと直そうと思った時にイライラするじゃん、こう、はい、そこにアクセスできなくて、そう、これ慣れるまでにめちゃくちゃ時間かかるっていうのが、これ物がさ、どこのやつ、はい、これですか、うん、これはフラクタルオーディオですね。あ、フラクタルだ、はい、そうなんです。フラクタルオーディオはまたこのマルチの中でも一番、まあ、細かい設定が全部できてしまうので、例えばもうキャビネットとかもなんか何千個か入ってたりするんですよ。なので、こだわり始めると一生沼ってこう、なんだろう、セッティングが終わらないというか、音決めが一向に決まらないっていう。で、俺もだから、フラクタルは持ってないんだけど、ケンパは俺家で使ってるけど、うん、ただあれも家でそのレコーディングとか、うん、で使う分にはパソコンにつながってるから、だから、ね、画面上でそのままそう、その時に欲しい音を探して、うん、パソコンで選べばその音になるじゃない、はいはいはい、で、まあ、いじるのはまずそれも画面上でいじれるから、うん、だからそれでじゃあこのパートはこれで、この音でって、まあ、やるけど、あれをライブで使おうかなってなかなか思えないのは、うん、やっぱそこになる、うん、そうですよね。その音色をだからライブ向けに作って、なおかつそれをそのライブのセットに合わせてプログラムして、そのフットスイッチで切り替えられるように並べていくのがどう考えても面倒くさい。確かに面倒くさいよ、面倒くさい。僕もこのセッティング、今のセッティングが出来上がるまで多分これ2年ぐらいかかってますかねっていうぐらい時間はかかるんですよね。なんかある程度はこれでいいかなって思えるぐらいの追い込み。でもそれでも毎回微調整はね、パソコンでずっとしたりとかしなくちゃいけないので、うん、いや俺だから今なんかボスかなんかのほら、はい、ちっちゃいスイッチャーとマルチエフェクト一緒になったやつありますね。一応あれを入手してて、うん、でまあ要はだからめったに使わないエフェクターってあるじゃん。あ、はいはいはい、オクターバーとかさ、そなんかね、1年に1回出てくる、リングモジュレーターとか、そのワンステージに瞬間的に1回使うかどうか、うん、そういうエフェクターを単体で並べるのってやっぱり無駄じゃん。それは無駄ですね。そう、だから、はい、メインで使うものはこう単体にするんだけど、うん、たまにしか使わないものだけはそういうマルチのやつで、はいはいはい、読み出して呼び出して使うようにするのがまあいいかなと思って、はいはいはい、まあ、使い分けというかね、その便利な使い方っていうのはね、そういう、だからただそれでもなんかね、そのめったに使わないものを使うんだけど、そのセットアップだけでもなんとなく面倒くさいってこれはね、本当にね、性格とかいろいろなものにもよるとは思うんですけどね、どっちがいいっていうのはもう僕は全然どっちがいいともいう悪いっていうのも全くなくて、それぞれが使いやすいパターンでいいのかなと思うんですけどそうだから本当に今ね、コンパクトエフェクター派と、マルチエフェクター派とね、すごい分かれていて、いろんなタイプのギタリストがいらっしゃると思うんですけど、で、アンプ使う、まあ、アンプ使う人使わない人みたいな感じでいると思うんですけどね、それぞれこう、ね、皆様が どっちがいいかなって迷った時に、まあ、いろいろね、今日のちょっと参考にしていただいたりとかもしていただければと思うんですけど、うん、はい、あと10分。そうですね、なんか今日はかなりあっという間に時間が過ぎていってますけど、告知タイムに行きますか、そろそろね。じゃあ、はい、これです、はい、4月21日クロコダイルで君ここという新しいニューバンドのデビューライブがあります、はい、でこの間リハーサルされてましたよね。そう原宿クロコダイル でメンバーは俺とうちの相方のミスミがボーカルで、ドラムがグリコ
富岡グリコって、はい、うん、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、まあ、元天宗です、ね、でベースが山田直子、元ノーマジーンかな、うん、でスペシャルゲストで、河野陽子、元メイクアップ、はいはい、あのミスミとはあのナルチョのウルゴメでずっと一緒にやってたキーボードなんですけど、彼にまあちょっとゲストでちょこっと入ってもらってやりますので、うんうんうん、ぜひぜひ。デビューライブの入りがあまりにも悪いとデビューライブで終わっちゃう感じ危険性があるのであのぜひクロコダイルですよね、そう、はい、ぜひ4月21日です、日曜日ですね、そうです、はい、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあ私の方もちょっと告知をさせていただきたいと思います。私の方はこちらです。5月26日、日曜日ですね。こちらはですね、場所はですね、気仙沼なんですけどもちょっと遠いね、ちょっと遠い、ちょっとじゃないんですけどねかなり遠いんですけど、まあ、私の生まれ故郷である、気仙沼のですね、開けるホールっていうちょっと新しくできた、震災後新しくできたホールがありまして、そこでですね、ディメンションというフュージョンバンドの、サックス、勝田和樹さんと僕の2人でですね、ライブをやりますという形になります。でこれ毎月祐天寺で、2人で、ね、ライブやらせていただいてるんですけども、この日は特別に、特別仕様のですね曲を、今仕込んでおりまして、まあ、カッサさんのオリジナル、最近発売したですねニューアルバムの中から、の曲とか、あとなんかディメンションの曲とかもやる予定になっております。かなり攻め攻めなライブになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、よいしょ。でそうなんですよ、次回何やりましょうねっていうお話ですよね。そう、次回何やりましょうかね結構毎回ねいろんな話題をこう振ってるんですけど、なんか皆さんなんか聞きたいこととかありますかねまあアーカイブとかのアーカイブもコメント欄って何か下に書き込みってできるんですよね。だからまあアーカイブ見た人がこんなことやってほしいとか、なんかそのリクエスト的なものをコメント欄に書いてもらってもいいし、ね、そうですよね、うん、でまあそれで茂滝君がまた考えておいてくれれば、考えておきますね、うんそうですね、なんかそういうのでいろいろできるかなと思うんですけど、せっかくなので、ね、こう皆様も参加型ということで、なんかこうあらかじめ聞きたいこととかこれやってほしいっていうのがあれば、全然書き込みしておいていただけると、こっちもですねいろいろ準備させていただいてですね、なんかやってみたいと思うんですけども、うん、で次回何月ぐらいにやりますか何月ぐらいに予定しますかっていう、いつでもいつでもいつでもだそうです。なんかね季節柄っていうのもあれなんですけど季節柄を取り入れたって言ってもなかなか難しいとは思うんですけどね、なんかそういうのも雑談を踏まえながらやっていきたい。今日が3月の終わり、31日だからどうだろうね、まあ3ヶ月後とか3ヶ月後とかね、うん、またちょっといきなり生配信で、まあ、決まり次第え2ヶ月後2ヶ月後5月、まあ5月の終わりか6月頭ぐらいかな。そうですね、うん、はい、その時期だとね梅雨なのでなんかそれっぽいものを仕込んでくるっていうのでこの後ですね、そうです、清水さんの、番組がそのままここのスタジオから配信されますので入ってもらう6時からですか、7時、あ、清水さんの番組は7時からですね。引き続きこの、チャンネル、別チャンネルになってるんですか、URL 別ですかね、
夜別なんですけども、あのこのスタジオでですね、清水さんの番組、始まりますので、そちらもぜひご覧ください。じゃあですね、そろそろね、いい時間になりましたので、なんか最後にじゃあ一曲、なんかやって終わりにしましょうかね、今日はね。Thank you.
ゃあまた次回、またコメントありがとうございました。次回も引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次回。